皆さんおはようございます。パクセイレンです。ここは神奈川県横浜市 JR 東日本根岸線桜木町駅。ただいまの時刻は、これ夜ではありません。早朝です。ただいまの時刻は朝の4時をちょっと回ったところ。ちょうどホームじゃない、駅の真正面には、こちら、日本で2番目に高い高層ビル、横浜ランドマークタワーもあります。結構いろんなところ、部屋がポツポツ明かりがついてますけど、上の方には、高級ホテル、横浜ロイヤルパークホテルもあります。で、この桜木町駅から、今回は、なんでこんな朝の早いね、4時なんかに来てるのかというと、この桜木町駅からは、日本で一番早い始発列車というのが出ているんですね。昔は九州の日豊本線柳ヶ浦駅から出ている普通列車が一番早かったんですけど、現在では日本で一番早い始発列車はこの桜木町駅を4時18分に出る根岸線の上り各駅停車大宮駅になっています。で、この大宮駅の各駅停車非常に有名でして、結構ね、鉄道マニアの間でもこの列車を目当てに桜木町のホテルとかネットカフェに前泊するという人がたくさんいます。各言う僕も実は関内駅の近くのネットカフェ快活クラブに泊まって3時40分に起きたんですけど、全然人がね、この桜木町の駅前にもいないんですよ。昼間だったらめちゃくちゃ人でごった返しているのに、もう全然一っ子一人おりません。まあ一っ子一人いるけど、でもほとんどお客さんはいません。時計の針は間もなく午前4時5分を指そうとしています。もう発車表には列車が出ています。3番線から4時18分発各駅停車の大宮駅です。反対側大船方面の根岸線に関しても4時40分に始発列車が出ます。上下線ともに4時台に始発が出る駅というのはそこまで日本の中でも実は多くはないんですね。ホームに上がってきました。桜木町駅の2番線、3番線は桜木町止まりの横浜線などが使っているホームで、そして4時18分発今回乗車する各駅停車の大宮駅ももうすでに発車準備を行っています。この車両は前の日の夜に当駅止まりとしてこの桜木町にやってきて、そして一夜を明かし、また桜木町4時18分発の各駅停車として大宮に向かうものです。この桜木町の駅は横浜の街のど真ん中にあって結構利用者数も多く、特に土曜とか休日に関しては買い物のお客さんとかね、それからお出かけの家族連れなんかもたくさん利用するような駅なんですけれども、それでも全然お客さんというのは並んでいません。本当にね、もう閑古鳥が鳴きまくってるんですよ。この横浜の大都会、横浜のど真ん中にある駅、この横浜って人口370万人いて日本で一番人口が多い政令指定都市なんですけど、その横浜のど真ん中の駅でね、これしかお客さんが待ってない。これどういうことかなという、すごい言いたいんですけどね。ちなみに僕今回初めてこの4時18分の各駅停車に乗るんですけど、僕のね、高校の友人で何回かこの北関東方面、群馬県とか茨城県とかそっちの方に行くときに、この各駅停車に世話になったっていう人が何人かいます。早速乗車。この桜木町の段階ではそんなにお客さんは乗っていませんでしたが、ただこの先横浜、川崎、品川、東京、上野、赤羽、浦和、大宮と行くにつれて、ね、少しずつお客さんが増えていきます。特に横浜からの乗車は結構多かったですね。僕もね、その友人から何度か聞かされてたんですけど、この各駅停車の話は。でもやっぱりね、なんか横浜からの乗車が一番多いみたいですね。各駅停車、大宮駅、次は横浜。これもね、普通のありきたりのね、いつでも見られるような表示なわけですけれど。でもね、こんな朝の4時台に見られるっていうのは、これは貴重なんじゃないですか？定刻4時18分、各駅停車、大宮駅は桜木町駅を出発しました。この先、横浜、東神奈川、新小安、鶴見、川崎、蒲田、大森、大井町、品川、高輪ゲートウェイ、田町、浜松町、新橋、有楽町、東京の順に終点の大宮まで各駅に停まっていきます。まだ4時を回って20分経っていませんから、人影はほぼゼロと言って間違いはなく、まだ車通りも滅多にありません。というか、ゼロと言っていいんじゃないですかね。この時間帯、やっぱり大都会横浜の真ん中といっても、まだ人々が活動を始める前ですからね、時間帯的には。列車は間もなく横浜に到着をします。向こうは東海道線、それから横須賀線のホームですが、すでに明かりはついています。横浜の東海道線上り方面の始発、それから下り方面の始発まではまだ時間があります。特に東海道線下りの始発、これは品川を4時35分に出発するんですが、まだ品川を出発してすらいません。
一方、この横浜からは京浜東北線、この各駅停車大宮行き、かなりお客さんが乗ってきました。これから旅行に行く人、出張に行く人、また酒を飲みまくっていたおかげで終電に乗り遅れた人など、結構お客さんの層はバリエーションが豊かになってきました。列車は今度は川崎に到着です。神奈川県内最後の停車駅。川崎からも結構お客さんが乗ってきました。川崎はつい最近ホームドアが設置されまして、最近はスマートホームドアっていう棒だけのね、ちょっとチンケなホームドアっていうのが増えてきてるんですけど、この川崎はしっかりしたのが設置されています。そしてこちら。これは JR 東日本の最新型事業用車、キア E197 系といってレール輸送を行っている車両です。たまたまこの日、東海道線でレールの交換作業があったんでしょうね。川崎駅で見ることができました。非常に珍しいですよね。僕もね、奥で寝てるのは、今何回か見たことがあるんですけど、営業線上でああやって仕事をしているのは初めて見ました。そしてこちらは多摩川です。多摩川を渡って、今度は神奈川県から東京都に入っています。向こうの空が少しずつ明るみ始めています。朝の訪れです。さて今度こちらは品川です。もう品川まで来ると、京浜東北線以外の山手線とか、東海道線、横須賀線などの始発列車ももうすでに出発しているような時刻になります。あと10分ほどで時刻は5時になろうというところ。ただ、これでも、まだ品川から東京方面への始発の東海道線とか横須賀線っていうのは品川に来ていないので、品川から東京方面に行きたいお客さんもこの京浜東北線を使うのです。さあ、そして東京に到着。先ほど有楽町を出発したのが4時59分で、いよいよ5時台に突入しました。5時台最初の駅が東京です。山手線の列車とも接続します。さあ今度は御徒町に到着するところ、ここでちょうど桜木町から大宮までの行程の約半分が過ぎたことになります。残りあと半分です。さっき東京で見た各駅停車の山手線がまた止まってますね。ずーっと山手線が出発したタイミングでこっちがドアを開けるみたいなことずーっとやってますんで、また今ちょうどドアが閉まってますけども、ずーっとこんな感じでね、京浜東北線と山手線でちょっとずれた走り方をしています。さあそして今度到着します。この駅は東京の北の玄関口、上野です。この京浜東北線の大宮駅が上野に到着するのが5時9分、宇都宮線の宇都宮駅始発電車が5時10分、常磐線の勝田駅普通電車が出るのが5時11分、そして高崎線の高崎駅始発電車が出るのが5時13分と、実はこの電車で上野に来ると、高崎線、宇都宮線、そして常磐線のそれぞれの始発、まあ、始発じゃないですけど、中距離電車に乗り換えることができます。発車表を見てみると、向こう山手線5時10分発って書いてあるんですね。これ現在では日中では見られなくなってしまいました。日中は約何分後っていう表示に現在では切り替わっているので、この山手線の何時何分発という表示は、列車本数が少ない早朝深夜のみとなっています。はい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 で動画を始める某鉄道系 YouTuber の聖地で知られる田畑を出発で、ここまではずっと品川から山手線と一緒に走ってきたんですが、ここでいよいよ山手線とは分かれます。山手線の線路を京浜東北線の線路でサンドイッチするような格好になっているので、京浜東北線のこの北高の線路が山手線の内回り外回りのそれぞれの線路をこのようにトンネル、まあ、トンネルは関係ないですけど、このように下をくぐって、そして山手線と京浜東北線が分かれていきます。またこの田端駅のすぐ脇にはこのように東京新幹線車両センターがあります。東北新幹線の E2 系、E5 系、山形新幹線 E3 系、秋田新幹線 E6 系、上越新幹線の E4 系、北陸新幹線 E7 系、H5 系はちょっと確認できなかったんですが、東北、上越、北陸、秋田、山形の各新幹線で活躍しているそれぞれの新幹線を見ることができました。E4 系もいましたね。今年の秋で引退予定です。神奈川県から東京都に入る際には多摩川を渡りましたが、今度は東京都から埼玉県に入ります。渡っているこちらの川は荒川です。この荒川では堤防の工事をやっていまして、その関係で京浜東北線では臨時に制限45キロの徐行信号が出ていました。そのため、このように今ちょうど朝日が昇ってくる時間帯ということで、この日はすごい綺麗に晴れてたんですね。なので、このように綺麗な朝焼けを見ることができました。早起きは三文の徳という言葉がありましたが、この朝日を見れたことと、それからこの日本で一番早い桜木町4時18分発の各駅停車に乗れたこと、それからこの朝のね、まだ全然人が活動していない時間帯に活動できること、もうすでに三文を得しているような気がします。列車は京浜東北線の運行上の拠点、南浦和を出発。朝には南浦和発大宮駅という埼玉市内完結の列車も運転されています。最後の停車駅、これは埼玉新都心ですね。埼玉新都心を出発。この駅前には有名ですよね、埼玉スーパーアリーナもあって、結構いろんなイベントとかアイドルのライブでも使われている有名な会場です。さあそして埼玉新都心を出発して、もう次は終点の大宮です。
桜木町を出発して大体何時間かな、1時間半くらいかな、それくらいかかって終点の大宮に到着。やっぱりまだね、まだ5時台なんですよ。実はまだ5時台ということは、つまりまだ新幹線が動いていないということです。まだね、新幹線が動いていないうちに終点の駅に到着する電車っていうのは、これはやっぱすごいですよね。僕は割と神奈川県の真ん中あたりに住んでいるので、この各駅停車大宮駅の始発電車に世話になるということはないんですが、ただ東京都民とか埼玉県民とか、そういった方々はおそらく1回ぐらいはこの各駅停車大宮駅桜木町4時18分の始発電車を一度くらいは知らず知らずのうちに使ったことがあるんじゃないかと思います。折り返しは各駅停車の磯子行きになるみたいですね。てなわけで今回は日本で一番速い始発電車桜木町4時18分発京浜東北根岸線の大宮駅に乗ってきました。めちゃくちゃ面白かったですね。これもう最近ずっと日が伸びてきてるんで、ちょっと大宮の段階では割ともう周りが明るくなってきてますけど、でもねこれ多分12月とかに乗ったらもうずっと真っ暗な中を大宮まで走り続けることになるんで、皆さんもねぜひ夜行列車の気分を味わいたい方は乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。